ジャパンカップ第39回ジャパンカップ第39回ジャパンカップは2019年11月24日に東京競馬場で施行された競馬の競争であるスワーブリチャードが優勝した2019年に死亡したディープインパクトを記念して副題にディープインパクトメモリアルを冠して施行されたジャパンカップ創設以来初めて外国庁競馬の出走がなく すべて日本超競馬の15頭による競争となった。2019年10月10日に JRA が発表した予備登録馬は以下の27頭で、内訳はアイルランドから7頭、イギリスから5頭、フランス、ドイツから1頭ずつ、アメリカ合衆国から4頭、オーストラリアから9頭。このうち最後まで出走の見込みがあったのがプリンス・オブ・アランだった。11月8日、 G1 メルボルンカップで2着となった後、調教師のチャーリー・フェローズがジャパンカップに出走することを公表。自身のツイッターにて、プリンス・オブ・アランはパスポートにスタンプを増やします。次のスタートは24日に日本でメルボルンカップをきちんと走り切った。彼は月曜にも日本へ向かいますとし、日本のトップ騎手かコースをよく知るイギリスの騎手を起用したいと発表していた。 しかし、翌11月9日、プリンス・オブ・アランはゲート内で落ち着かせるために使用するバリアブランケットが日本では使用不可能であることから出走を断念することとなった。同馬の回避により予備登録のあったすべての外国馬がジャパンカップに出走しないことになった。JRA の国際担当理事は非常に残念。今後盛り上げることができるよう努力して参りたいと発言した。 ジャパンカップ直前の11月22日、東京都港区のコンラット東京で180人の世界13カ国の競馬主催者、出走馬関係者を招いて、ウェルカムパーティーが行われた。パーティーの初めに、JRA の後藤正幸理事長は、外国調競馬が不在のジャパンカップとなった理由として、権益の問題、馬場構造の違い、各国主催者間の競争の激化、 日本馬の資質の向上を上げるスピーチを英語で言った。2012年に出走したソレミア、外戦門賞に優勝しているドウ馬もジャパンカップでは13着に敗れた。最後に外国調競馬が勝利したのは2005年の第25回ジャパンカップである。1989年の第9回ジャパンカップにて、 ニュージーランドのホーリックスが記録した2005年までの2400メートルの日本レコード2分22秒2を0.1秒更新し、新しい2400メートルの日本レコードとなる2分22秒を1で走破し、優勝2002年の第22回ジャパンカップでイタリアのファルブラブが制して、以来3年ぶり14回目の外国調競馬の優勝であった。 三着以内となったのは2006年の第26回ジャパンカップで三着となったウィジャボードが最後である。その後の外国長競馬は三着以内となる馬が存在せず来日して参戦する馬も2006年、2018年は2頭だけと少なくなる場合がある。同じ年の外戦紋章を制した直後に来日した2011年のデインドリームや 2012年のソレミアも参戦するもののデインドリームは6着ソレミアは13着に敗れている作家の島田昭弘は2018年の外国長競馬の参戦投数が当時過去最小体の2頭であったことから2019年の参戦投数例は驚きではないとしたまた国際招待競争で1着賞金が3億円であるものの開催時期が悪いために 外国の競馬関係者にとって魅力的ではなくなったとしている。そのため国際招待競争を存続させるならば春の大阪杯と夏の宝塚記念の間にジャパンカップを引っ越しさせることを提案した。東京競馬場の初馬機東京スポーツは外国調競馬の不参戦について外国や地方競馬の初馬機対策であるブラインドフォールドやお持ち、 ゲートボーラらが中央競馬では用いることができないことであると指摘した。橋爪広行は自身のコラムにて日本の馬場が固く早く走ることのできる高速馬場が極端化してきたため外国調競馬にとってその馬場への適性が今まで以上に問われることになり結果として外国調競馬陣営が懸念材料としていることを挙げている。また 2018年に出走して10着となったサンダリングブルーを管理するダビッド・ムニュージエ調教師はレース後のツイッターにてババがあまりにも早すぎました。彼の好みではありませんでしたとして硬いババが範囲としたりドイツの競馬情報サイトホードレナン・インターナショナルがジャパンカップのレースプレビューにて東京競馬場を異常に硬いババと表現するなど 日本の固い馬場が敬遠されているとした。JRA に入会中にジャパンカップを創設し、ミスタージャパンカップと呼ばれる元 JRA、副理事長の北原義隆は、外国庁競馬の参戦等数が少なくなったことで、国際競争と呼べないレースとし、国際競争ではなく国内競争に陥っていると表現した。理由として、日本のトップホースが、ジャパンカップではなく、 外線文章の方に目を向けていることが、ジャパンカップの価値を落としている要因としているとしている。また、外線文章は、ジャパンカップと賞金が変わらないが、伝統、誇り、名誉の側面で、世界一のレースと認められていることに言及し、初期のジャパンカップのように、日本馬が優れた、外国馬と戦うには一着賞金を、現在の3億円から6億円に上げるべきであると、主張した。 イギリスの競馬専門誌、レーシングポストの記者は、2019年特有の理由としてアーモンドアイが出走するかも、というのが大きかった。彼女には勝てないから。結果的に彼女は、香港を選択し、当日の馬場が、欧州馬向きの重馬場になったのは皮肉だねとした。調教師の矢作義人は、産経スポーツの自身のコラム、矢作義人調教師は、力なりにて、 外国の関係者が来日した際に日常的に英語が通じず通訳を必要とするという点を指摘した。欧米、ドバイや香港でも英語が話せれば不自由な思いをすることはないため、有力な競馬先進国の中では日本人の英語力が最も低いと主張した。場名が太字協調の馬はジャパンカップに出走する競争馬である。 京都大賞展2着ダンビュライト5着エタリオー。京都大賞展は、前奏天皇賞にて優勝したフィエールマンに、首差の2着となり、そこから5ヶ月半の休養明けのグローリーベイズ。重賞未勝利だが、GI の喫下賞2着となる実績を持ち、前奏宝塚記念で9着となったエタリオー。チャレンジカップを制し、GI 初挑戦の大阪杯にて5着となった、エアウィンザー。 京都記念、アメリカジョッキークラブカップの重賞を2勝している、ダンビュライト。重賞は、未勝利だが2018年の宝塚記念で3着実績がある、ノーブルマーズ。菊花賞2着、天皇賞3着の実績を持つクリンジャー。条件戦3減少後に休養し半年ぶりの出走で重賞初挑戦となる、シルバンジャー。 ホープフルステークスで、サツキ賞を制したサートルナーリアに次ぐ2着となった3歳、馬アドマイアジャスター。ステイヤーズステークスなど、重賞4勝し、2018年の京都大賞天で3着の、実績があり天馬屋ご所戦となるアルバートなど17頭が、出走した。ダンビューライトは2着。単勝オッズ17.4倍の6倍の指示で出走。スタートすぐに花を主張し、 戦闘で逃げると、マイペースの逃げに持ち込み、直線で抜け出したドレッドのオタスに戦闘を、明け渡したが、後続を封じるに前五指を見せて粘った。騎乗した松若風馬は、行く馬がいなくて、うちで牽制し合っていたので、リズムよく行った方がいいかなと思いました。道中はすごくいい雰囲気。自分のリズムに持ち込み、いいリズムで競馬を運ぶことができたと思いますと、振り返った。 5着は単勝オッズ5.3倍で2番人気のエタリオは3ヶ月半ぶりの出走であった。スタート後に後方に下げ最終コーナーまで最後方となる16番手を進み、最後の直線は馬場の一番外側に持ち出してメンバー中最速の34秒8の末足で追い上げたが届かず5着となった。起乗した横山の博はもう一つ動きませんでした。 前奏は仕方がないにしても今回は負け方が良くないですねと振り返り動かないね。休み明けだからなのか。負けるにしても負け方が良くない。もうちょっとラストは動いてほしかった。やたらおとなしい。ブリンカーを深くするなどこれから考えていかないとと解雇した。管理する友道康夫は年齢を重ねた分良い意味で落ち着きは出たのですが、 その分、敏感さがなくなった感じで、物足りない内容でした。最後は差を詰めているのですが、今日の流れでは苦しかったですね。次は、予定通りジャパンカップに向かいますが、ブリンカーを深めに戻すなど工夫をしたいと思っています。とした。ウィンテンダネスは発送直後につまずき菱田祐二が、落馬して、競争を中止した。その後、仕切り直しに11月3日の、 アルゼンチン共和国媒に向かった。優勝したのは、単勝11番人気のドレッドノータス1番人気のグローリーベイズは6着となった。秋歌賞秋歌賞を制した、クロノジェネシス秋歌賞は、大歌賞優勝のグランアレグリアと、優秀品馬優勝のラブズ・オンリー・ユーが、最後の一貫レースに参戦しなかった。唯一の GI 優勝馬であり、前哨戦のローズ・ステークスを、 コースレコードで制したダノンファンタジー。オークスにて勝ったラブズオンリーユーに首差し袖けられた2着のカレンブケドール。前哨戦のシオンステークスで重賞初勝利を挙げたパッシングスルー。大歌唱とオークスで共に3着となったクロノジェネシス。オークスで逃げて9着となった後、ぶっつけ本番のフラワーカップの覇者、コントラチェック。 未勝利から無敗で3連勝中の里野ダムセル。1.2勝クラスを連勝し3ヶ月ぶりの実戦となるエスポワール。ローズステークス2着のビーチサンバ、大歌賞2着のシゲルピンクダイヤ、シオンステークス2着のフェアリーポルカなど18頭が出走した。カレン・ブーケドールは優勝した、クロノジェネシスに2馬身離された2着となった。 道中は中段の内側に位置した最後の直線で、進路を確保すると最終的に一着となる、クロノジェネシスと馬体を合わせて追い比べたが、突き放されて後退した。起乗した津村明秀は、1から2コーナーまで流れていましたので、ポジションはちょうど良かったですね。勝ち馬を見ながら、どこをばくか進路を探す余裕のある手応えでした。内回りコースでも対応できましたし、 オークスの時より仕掛けたら反応する体になっていました。成長しています。最後は狭いところを割ってくれましたし、根性がありますね。相手の切れ味が上でした。もう少し並びかけられればよかったですね。こちらの想像以上に馬が良くなっていましたし、これから楽しみですねと振り返った。その後10月18日管理する国枝久志が、 ジャパンカップに出走することが決まり、オーナーの意向もあってと理由を説明した。なお一番人気のダノンファンタジーは8着となった。天皇賞4着ユーキャンスマイル5着、ワグネリアンアーモンドアイダノンプレミアムの4歳、ボバヒンバエースの再決戦ムードの中行われた第160回天皇賞は、アーモンドアイが完勝。ダノンプレミアム以下は3馬身以上引き離される、乾杯に終わった。 上位陣からは、ユーキャンスマイルとワグネリアン、他に、スワーブリチャードと、マカヒキが出走。ワグネリアンは、福永祐一の騎乗停止により、軽半海で、A、シンでネブに、騎乗予定があった川田翔宮が、天乗りで騎乗することになった。アルゼンチン共和国媒一着の、ムイトブリガードアルゼンチン共和国媒は、前走メグロ記念を、コースレコードで制し、 予定していた京都大賞店を調教中の外賞で回避し参戦したルック・トゥワイス。前走三勝クラスを制止虚勢してから3戦目のアフリカンゴールド。2018年のアルゼンチン共和国売で優勝したパフォーマープロミスに次いだ2着となったムイト・オブリガード。JGI を6勝し、平地に採点候補2戦目となるお重ゅうさん。同じ距離、条件であるメグロ記念で2着となった。 アイスバブル。重傷で4回5着に入る、ノーブルマーズ、北海道競馬からの転入初戦を迎える、ハッピーグリーンダ13頭が参戦した。ムイト糖ブリガードが1着となり、重傷初制覇となった。馬場の内側の3から4番手に位置し、最後の直線で進出すると、残り400メートル過ぎで先頭に抜け出し、後続を一馬身と4分の1離した。起乗した。 横山のりは、思い描いていた通りの競馬ができました。一頭になるとふわふわするところがあるが、一生懸命走ってくれましたと振り返り、和が強いところがあって、乗り手の指示に反抗する面があったけど、急務員さんがうまくなだめてくれて、今日は乗っていて楽でしたと、精神面の成長も勝因に挙げた。日着には、重傷初挑戦だった体制トレイルとなった。 単勝人気5番人気の指示を集めての出走であった。集団の後ろ寄りに位置し、最後の直線では、馬場の内側から進出し2着となった。起乗した、戸崎慶太は、イメージ的には、前のポジションで我慢したいと思っていたが、周りが早くてあの位置に、スローで少し力んでいたが、直線はよく伸びていたし、安定して走ってくれますねと解雇した。4着は、 ルックトゥワイスとなった。道中は、後ろから2番手に位置し、最後の直線では、ババの一番外に持ち出して安城が追い出しを始めて、追い上げたが、前の3頭には届かなかった。起乗した、福永祐一は、スタートは、上手に切れたけど、あまり前半はせかさず、この馬のスタイルで自然と、あの位置に、流れが向かなかったし、金量が増え、中間は一トン座もありましたからね。 最後はよく伸びているし、改めて力を感じましたと解雇した。京都大賞店からの出直しとなったウィンテンダネスは10着。起乗した内田博之は、ペースが少しずつ上がって、急についていけなくなったと解雇した。なお一番人気のアフリカンゴールドは3着に入った。特別登録時登録のあったレーティング上位陣からは、オークスバラブズオンリーユーが出走を回避した。 一番人気は、レーデオロで、単勝オッズ4.2倍の支持を受ける。GI を2勝しており、ドバイに赴いて、ドバイシーマクラシック6着、帰国後、第60回宝塚記念で5着となり、休養を挟んで、秋の初戦にオールカマーで指導したが4着となった。二番人気のアグネリアンは、ジャパンカップと、同距離同条件の2018年の東京優勝を、制している。 3番人気は、スワーブリチャードで2018年の大阪杯を制した GI 優勝馬であり、2018年のジャパンカップでは3着の実績がある。ドバイイギリスと転戦し、2018年のアリマ、記念以来となる国内での出走で、2017年のジャパンカップで北サンブラックを封じて勝利したシュバルグランが8番人気。 2016年の東京優勝を制しており、2桁の着順が続いているマ引きが12番人気となった。重賞価値のある馬では4番人気に、新潟記念など重賞2賞で2019年天皇賞では4着となったユーキャンスマイルが押された。以下、2019年のメグロ記念で重賞初制覇となったルックトゥワイスが6番人気。 前哨戦のアルゼンチン共和国売で、重傷初制覇となった、ムイトブリガードが7番人気。10番人気には、京都記念やアメリカジョッキークラブカップの重傷を2勝している、ダンビュライト。2018年のメグロ記念を制している、ウィーンテンダネスが15番人気である。また、5番人気は、同距離同条件の優秀品場で2着。 さらに、週刊賞でも2着となった3歳品馬のカレンブケドール。喫下賞2着など重賞未勝利ながら2着になることの大井エタリオーが9番人気。前走新潟記念2着で、七ディープインパクト、母アパパネの次男坊が11番人気。重賞初挑戦のアルゼンチン共和国売で2着となった大勢トレイルが13番人気。オクトーバーステークスなど、 リステッド競争やオープン競争を故障を上げている大和キャグニーが14番人気となった。天候ジャパンカップ直前1週間の降水量は火曜日に1.5ミ、mm、リメートル、金曜日に5.0ミ、mm、リメートルを記録。金曜日の午前中から雨が降り、土曜日の10時までに70ミリメートルの降水が記録された。馬場状態芝コースは C コースが使用された。 JRA は金曜日時点での芝の草丈を、の芝が1 2トルから1 4トル洋芝を1 6トルから2 0トルに設定し、眼水率はゴール前17.1%、第4コーナー16.8%を記録したと発表した。土曜日のレースから不良馬場が続き、日曜日になっても馬場が徐々に回復。 第10レースのウェルカムステークスには、ババ状態が不良から10となった。2019年11月24日、第5回東京競馬第8日目第11、競争天気、曇り、ババ状態、10、発送時刻、15時40分スタート直後の15等選考を、争う大和キャグニー、ワグネリアン、カレンブーケドールターフビジョンに移る選考争いの、 前傾マカ引きが遅れて最後方に、その他14頭は正常なスタートを切った。押して前に出て、花を奪ったのは大和キャグニー、それにつれてダンビューライトが2番手となった。第1コーナーを入る頃には、逃げた大和キャグニーが一馬身離して逃げた。その後ろの2番手集団には、内側からカレンブーケドール、ウィンテンダネス、ルックトゥワイスが待機した。 中段には、バグンが凝縮し、そのバグンの後方には、ジナンボールックトゥワイス、3馬身ほど離されて、大勢トレイル、その2馬身後ろに最後方のマカ引きが位置した。依然として逃げるダイワキャグニーをめぐって、2番手のダンビュライトから11番手のレーディオロまで密着して、追走、先頭のダイワキャグニーは1000メートルを60秒3で通過した。 その先行している馬群の最後方、レーデオロから4馬身ほど離した位置にユーキャンスマイルとルックトゥアイスが、そのさらに後方6馬身離れて、体勢トレイル、その2馬身後ろの最後方に、マカヒキが待機した。先行集団の馬群の形態は変わらず、後方が進出を開始して、第4コーナーを通過した。残り500メートルでは、ダイワキャグニーが、 後続に三馬身離して逃げ、二番手集団に、内側から、スワーブリチャード、カレンブーケドール、エタリオーの三頭が並んだ。後方集団は、ババの一番外側から、ユーキャンスマイルやマカヒキが追い込んだ。残り三百メートル、二番手集団の中から、エタリオーが交代。一番内側のスワーブリチャードが、逃げるダイワキャグニーの最も内側に進路を変えて、トライにかかり、 カレンブーケドールはダイワキャグニーを外側からトライにかかった。残り200メートル時点でダイワキャグニーが交代し、その内外から進出したスワーブリチャードとカレンブーケドールが完全にダイワキャグニーを抜き去り、後続と差を広げた。二頭が抜け出したが、内側のスワーブリチャードがカレンブーケドールを制止先頭に立ち、一馬身にリードを広げた。残り百メートルでは、 上位2頭の位置関係は変化せず、後続では先行集団の中段に位置し、進出していたワグネリアンが逃げていたダイワ・キャグニーを捉えて3番手に進出した。そのさらに2馬身離れたババの外側に追い込んできたユーキャン・スマイルやマカヒキが決勝戦の手前でダイワ・キャグニーを捉えた。最後の直線、スワーブ・リチャードとカレン・ブーケ・ドールが逃げていたダイワ・キャグニーを捉え抜き去る。 以下の情報は、netkeiba.com に、基づく。データ確定する、着順掲示板。払い戻し配当を表示する東京競馬場の、ターフビジョン優勝例をかけられたスワーブリチャード。勝利騎手をい新マーフィーディープインパクト JRA は、レース当日を、ディープインパクトメモリアルデートし、ディープインパクトに関連する企画を実施した。ジャパンカップを、 ジャパン・オータム・インターナショナル・論人賞ディープ・インパクト・メモリアル第39回ジャパンカップと副題を付して開催。JRA の GI の競争名の副題にサラブレッドの名を冠した追悼競争を施行することは初めてのこと。東京競馬場にて現役時代ディープ・インパクトを管理した池江アスロー元長教師によるトークショー。東京競馬場と京都競馬場にて 表面にディープインパクトの肖像、裏面に、同馬が優勝した12の競争の写真がレイアウトされたメモリアル勝馬投票券の発売。東京競馬場と京都競馬場、及び JRA 競馬博物館にて、ディープインパクトの当時の映像や写真、関係者へのインタビューなどで振り返る展示の実施。当日のレーシングプログラムやジャパンカップ公式サイトにて、 ディープインパクトのすべてのレースに起乗した竹豊とディープインパクトに関する特集記事の掲載。全国の競馬場及びウィンズのターフビジョンと館内モニターでディープインパクト特集映像の放映。ありがとうございます。